2日目、昼。天気は晴れ。目を閉じても眩しいほどの。こんな日は子供の頃のことを教えて。ボトルメール、波に投げ返した返事。私は朝日、中学生とアイドルをやっています。あなたは誰ですか？一緒に遊びましょう。カホちゃん、こっち。この先でボトルメールに返事したから。わあ、すごいです。新しいお手紙来てるでしょうか？それを見に行くんだよ。待って、二人とも。あんまりみんなから離れたら。あ、ダメだ、聞こえてない。カホ、朝日、私も行くから待って。ふんふんふん。ボトルメールがあるか確認したらすぐ戻ろう。二人とも、ずっと別行動してるとみんな心配しちゃうと思うから。はい、わかりました。これぐらい平気っすよ。遠くまで来てるわけじゃないし、ルール違反でもないっす。ダメだよ、その考え方じゃいろんな人に迷惑が。あ、ここっす、ここ。ここに昨日ボトルメールが。あ、瓶です。朝日さん、もしかしてボトルメールだ。えい。お返事ありがとう。一緒に遊べるの嬉しいな。今夜あなたの前で待ち合わせ。返事っすよ、返事。ちゃんと返事が来たっす。すごいです。あ、いや、でも待って、ボトルも紙も結構古いものに見えるから。ん？昨日の返事として出されたんだとしたら、この劣化具合はおかしいと思う。偶然返事に見えただけなんじゃないかな。あ、その、ごめんなさい、二人をがっかりさせたいわけじゃなくて、可能性の話を。じゃあこの瓶は時を超えたってことですか？確かめなきゃいけないっすね。え？実験っす。今日の手紙にも返事を書くっすよ。カホちゃんもヒヨリちゃんもよろしくっす。はい。え？で、私も？朝日さん、ペンはありますか？あ、忘れちゃったっす。持ってくればよかった。じゃあ向こうでチョコ先輩たちに聞いてきます。待って、カホ、一人で行動するのはルール違反だから。元気だよね。え？泳いでる組。ああ、うん、そうだね。みんなもうずっと泳いでるもんね。海楽しまなきゃって言ってたよ。海って言ったら日陰でジュースが一番だけどね。うん、今日もう一人は一緒じゃないの？え？てーんか。ちゃんとは後で今日会ったことを教え合う約束なんだ。じゃあ私とおしゃべりしてみてどうでした？え？どうって言われても。ほら、感想天下に報告するんでしょ。うん。
って待って、急に言われても困っちゃうよ。そんなんじゃ殿下退屈するんじゃない？マミミちゃんの意地悪。どうしたのかな、お嬢さんたち。ずいぶんと賑やかな旋律が聞こえてきたけれど。おかえり。おかえり。ただいま。二人とも元気なら泳ぎに行かない？めぐる、今戻ってきたばっかじゃん。だって楽しいよ、魚と一緒に泳ぐの。そうそう、マジで超ヤバ近い魚目の前。潜るのが好みでないのなら浮いているという手もあることだし、どうだろう。うん、白鳥さんに乗せてもらえるんだ。ええ、私スワンフロートを持ってきてるの。ぜひ楽しんでちょうだい。今は遠慮します。おや、素敵な人魚たちが加わってくれるものと思ったのに。紫の人魚は休憩中なんで。青の人魚もです。休憩中ならしゃあないか。開けたらもう一回刺そうとして。本日の田中まみみは終了しました。プロデューサー、プロデューサーさんも泳ぎに来たの？もったいない、プロデューサーも泳いだらいいのに。私もめぐるに賛成だな。海もあなたを呼んでいるように思えるよ。私さっき売店に寄ったんだけど、一式揃えられそうだったわよ。あなたも飛び込みを体験しておくべきじゃないかしら。まあ金槌のプロデューサーには難しい遊びかもしれませんけど。ありゃ、だとしたら悪いことしてる？じゃあ行ってきた方がいいって。行けるでしょプロデューサー。